ああ、お前か。何？ちょっと顔を見に来ただけ。そりゃ、ご親切にどうも。でも、そんな悠長に構えてていいわけ？他にやることあんじゃね？心配して来てくれたんだよ。そんな言い方しなくたって。出ろよ。どうせ仕事だろ。分子対策室です。新たな分子世界が探知されましたのでご連絡します。やっぱりな。さっさと済ませちまおうぜ。ええ、そうしてください。座標を送信いたしました。侵入点は三宅リアと思われます。ではよろしくお願いいたします。ベルってマジで空気読めないよな。まあまあ、とにかく早く終わらせちゃおう。だな。ここってニアケリアだよね。おい、ねえ、今のプレザの指輪ってタイムファクターだった。ああ、間違いないな。でも、なんでアルビンが一緒に？ここは過去の分子世界だ。この後、あそこにいる俺たちはニアケリア霊山で柔道たちと戦う。そして俺以外は二人とも崖から落ちて。もしこの世界でも同じことが起きたら、タイムファクターも一緒に落ちるだろうな。で、俺たちはここから出られなくなるってわけだ。フレザをおびき出すしかない。そんなのどうやって？俺がこっちの俺のふりすりゃいい。こういうのは慣れてる。後で落ち合おう。ミラの社で待っててくれ。気をつけてね、アルビン。ギリギリ間に合ったな。じきにプレザーが来る。どっか隠れてろ。着替えたの？これから大事な戦いなのに。まあな。変わらないわね、そういうところ。で、話って？指輪。え？やっぱ返してほしいんだ。何それ？悪いな。あの言葉も嘘だったってこと？プレザ、あのな。何？キモいな。似すぎだろ。双子か？知らねえよ。アルが二人？フレザ、そいつは偽物だ。離れろ。俺が信じられないのか？バカ野郎、そこは信じてほしいだろ。離れろって言ってるだろ。待って！プレザ！何してんだこのバカ！そんなつもりじゃ。お前は動くんじゃない！このブス、なんでここにいる？あなたね！うるさい！何なんだよお前！おい、見てやれよ、お前。ごちゃごちゃ言わずにさ、とにかくやっちゃえばいいんだよ。やるならさっさと来な。おい、目を開けろ、フレザ。また俺は迷ってる。一緒にいたこと後悔してる。私後悔ない。あなたは？俺も後悔してない。するわけないだろ今さら。ある
嘘を下手になった。あなたの居場所を気づいて。こんな時までお前ったくかなわねえな。ここに来た以上避けられない運命ってやつだろ。気使うな、やってくれ。しがみつくよ、俺は今の居場所に。アルビン、悪い、少し抜けるわ。分かったんだ、今俺がやるべきこと。うまくいくといいな。あ、仕事の報告は俺がついでに済ませとくよ。